どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。今回はパラディンズランクマッチということで、馬力を使ってバザールで戦っていきます。こちらフランクなしの2ダメージ2タンク構成ですね。で、対するお相手は、安定の2タンクとなってます。こちらドレッチさんがいらっしゃいますね。ドレッチマスターのドレッチさんがいらっしゃいます。さあやっていきましょう。Let me show ye landlubbers how a man of the sea. さあやっていきましょう。今回使うタレントちょっと迷いますが、そうですね、今要塞化を選んでますね。ちょっとこの後で図案に変えると思いますが、でロードアウトどうしようかな、どうしようかなと選んでます。さあタレントですが、図案を使っていきます。でロードアウトこちらですね。アイテムは安定の焼灼です。でちょっと相手にアイオとイナラがいるっていうのもあって、ブルドーザー買おうかっていうのを味方に相談したんですが、特にいらないよって、特にいらないというか知らんよって感じだったので、一旦買わずにそのまま行きましたね。あ、今回も後撮りで、音声後撮りで収録しております。はい、アイドンの音来ましたね。はい、で左側からウィットスタートして、まず自分ポイントタンクなんでポイント踏みに行きました。でここで最初に馬落としをね、大事ですのでしていきました。ここいきなり殺されそうでしたが、バリケードとロケットブーツ2回発動でどうにか隣に追えましたね。このロケットブーツプラスジェノスのヒールでのこの回復量はえげつないですね。バリケットジェノスはかなり相性いい気がします。今アイをちらっと低 HP でしたが、あ、今ここで BK がミリで奥行ったんで、あれをやりたかったんでロケットブーツ切ったんですけども、体力全開になってましたね。はい、で今正面の火力はえげつなかったので、 BK 含めて、後ろに引きました。でドレッジが引っ張られちゃったんで、前出てどうにかできんかなと思ってて、バリケードも特になかったんで何もできずに後ろ下がってきましたね。で味方戻ってきたんで、左右から行こうとしたらBK 見えたんで撃ったって感じでしょうか。さあロケットブーツ効いてしっかりと中に入っていきますよと。今味方のラウムがクルドザキになってましたね。4-1ぐらいで、で今 7HP 低いんでそこを狙ってます。で相手のマカがもうウルト溜まって発動しますね。これはロケットブーツで一旦トークまでは行きます。でロケットブーツ2回切っちゃったんで、 BK のウルト食らって死ぬかなと思ったんですが、味方がタイビリウスがやってくれましたね。はい、で今馬落としでイナラ狙ったんですが、ちょっと当たらずにって感じでした。ただ味方が右寄ってくれたんで、イナラもそこまでガツガツは来れないかなって感じでしょうかね。で正面チラッと見てましたね。で今正面側から左に向かってるやつがいたので、左見たら BK でした。でオーバータイム発生しましたよと。さあジェノスもウルト溜まって行ってくれましたね。でラームウルトで今3人ぐらいスタンさせたのめちゃくちゃでかいですね。これそれで今のアイを取れましたし、その後マッカー取れましたしっていうのがありますね。で BK もジェノスの、ボイドグリップで浮かせて、そこを味方で叩いて終わりって感じでしたね。はい、でラウムが前に馬下ろし、かつ、前線上げで行ってくれましたね。今回相手に BK、マコア、そしてルナのスタンでしょうかね。ラウムの対策的にはな感じがちょっと辛いですが、BK のスタンは確かこの時は大丈夫だったような気がしますね。グランピーボムの爆発速度がアップするようじゃなかったはずなので、タレントがちゃんと王の進化だったので。マカは落とせそうだったんでちょっと突っ込もうとしたんですけど、うまく相手に守られたので、後ろを引きました。この箱裏で敵の車線遮りながら、味方の回復を待つって感じでしたね。で裏にアンドロ飛んできたので、裏に敵行ったよってことを伝えながら打ちに行きましたね。ここはマカはうまく挟めて倒せましたよと。今スタンしたのかなり危なかったですけどね。 BK が顔出してきたらと思う。で今ペイロードの上に砲塔を設置することで、ペイロードが戦車のことで動くようになりましたね。あ、これいいなら空飛ぶいいならですね。壁で高くジャンプしてそこからウルトを撃ってました、ね。視野広く持てるんでそれでウルトが当てやすいというところでしょうか。
さあ、それで最終的に味方はほとんど落ちて、今グループアップ集まって一緒にやったろうって感じでしょうかね。さあ、でここ撃たれてたので、まあ、なるべく前に行きたかったのでちょっとコースを変えてぐるっと回ってきました。で BK 下がってたんで今前線上げやすいかなと思って行こうとしたんですが、かなりダメージ入ったのでちょっと戻る感じですね。ロケット武器使って戻りました。遮蔽入ってジェノスがヒールくれたので、もう回復できて前に行けるって感じでしょうか。さあ、マコがラムを引っ張ってきました。でラムがウルト打ったんですが、裏の BK からもポコポコやられたので、それでやられちゃいましたね。残り13秒どう耐えようかなってところでしょうか。多分13秒、そうですね、ちょっとしたらラム返ってくるので、それまでは少なくとも耐えないといけないかなと思って、なんとか壁の裏行ったりとか、このペイロードの裏で敵のダメージをやりくりしたりしてますね。でここはオベリスクがちょっと痛かったので、あとスローになったりっていうのがそれが嫌でしたので、それを打ってました。で今度はルナが味方に対してベシベシ打ってたりしたので、ルナを攻撃してってことでしょうか。ただ正面相手4人いるのは辛いですね。でマッカーに最後引っ張られて僕は落ちましたね。ここでやられましたね。ただもう1ラウンド目にして焼灼3まで変えてるので、アイテム的にはかなりいいスタートなんじゃないかなってとこでしょうか。もうこの時点で相手のヒル量 75% オフですからね。もう大ヤスリって感じですよね。さあ、需要に供給が合わなくなるやつで、最後敵のボブンキングはウルト使って倒したのでイエーイって喜んでるんですが、実はなんかジェノスがずっと生きてたみたいで、エリミネーションがたくさん溜まってたんで、それを BK がやったんですぐまたウルトゲージが溜まっちゃうんじゃないかって話をこの後してます。でアイテムは活性化2個積んでますね。まあジェノスのヒール、まあちまヒールなので、まあ焼灼切れればそれなりに入るんですが、まあ一気に増えるっていうわけではないので、少しでもそれを上げたいっていうことで活性化積んでます。なんで次の目標活性化3ですね。さあ味方のウルトの状況はラウム以外が 100% となってますね。こうやってそれぞれラウンドの開始は味方のウルトがなるべく溜まった状態でぶつかれるのが理想的です。なんで押し込むときはあんまりウルトを使って押し込むっていうよりかは、敵にウルトを使わせて、まあ最高押し込めなくてもいいやぐらいの感じで当たっていくといいんじゃないかなと思います。そうすると敵ウルトを持ってない状態でこっち進むと進められるので、かなり有利になりますね。さあ、Uチャレンジマーク青を無視して倒せましたね。で奥の愛を倒せればルナ壊さずに済んだんですが、倒しきれなかったのでルナ壊してました。で今ジェノスがポイント踏んでくれてるので右側の馬落とし的な感じでいますね。放っといておけばエアローみたいな感じのところありますが、で今めっちゃ見えましたね。2、3人いたんですが、そこにラムがウルト打ってくれてますね。でボームキングもやってましたね。なんでこのままラムは取られますね。取られましたね。で僕はなるべく取られないようにすぐ引けるような位置で、かつポイントに勝手にタッチするようなしにくいような敵がいないかなっていうのを見ます。無事ポイントは取れましたね。しれっと敵の今めっちゃ壁ちっちゃかったですね。イナラの壁、ああやって地形によって変わるんで、まあ、前回先日公開したトッププレイヤーのプレイを立ち回りを紹介する動画で言いましたが、長押しプレビュー大事ですね。さあ、他のフックは味方の他の子に当たらずって感じでしたね。ウルト使ってきましたね。まあ、この段階はウルト使っても大体、まあ、終了タイミングではウルト溜まりきるので、まあ、大体2分あたりだったら全然入っちゃっていいかなってとこでしょうかね。逆に自分持ってるんで本来はタイミングで使っちゃってもいいかなぐらいの感じでしょうか。まあ、もうちょっと早く使ってもよかったような気もしますが、ですが多分今回全然ウルト使ってないんですよね。僕ウルト使うタイミング苦手でなかなかタイミングがつかめないですね。こうやって後から見ると あの時ああしてればっていうのはあるんですけど、やっぱ試合中にそれがパッて思いつかぶかっていうとそういうわけじゃなくて、もうちょっと気軽に見てるといいのかなとか思ったりはするんですけどね。難しいところですね。さあ、まずベロードの上にいてフィルとルナがいると
あのチャンピオン扱いなんで動かせないので、まずルナを壊してましたね。ローリスクで、低いリスクで倒せるので、でピチピチピチと打って、ロケットブーツで自己回復入れてるので、スイーッとあのロケットブーツ使いながら回復しながら前線上げるというか、ペイロードまでも打つという感じのことをしてましたね。今ジェノス含み味方が前に出てるので、ペイロードは僕が守るというか僕が運ぶことになってます。で、なんで今暇なんでっていうので、砲塔をペイロードの上に置いて、まあ、あの砲塔を移動させながら、動くことができるのでってことをやってますね。めっちゃバリケード溶けるの早いんですよね、これ熱くないですか今の速さ。まあ、敵のダメージが総ダメージ入ってたっていうのもあると思いますが、遮蔽を生かしてなんとか敵のダメージは食らわないようにしながらですね。アンドロこっち無理いってなかったんで、ピシッといっちゃいました。これアンドロなんとかバリケードでやり過ごしてた回ですね。ジェノスもあのヒールしてくれたり控除してくれたんで生き延びることができましたね。かなり助かりました。さあラストアヨですね。少しでもダメージ与えるようにっていうね、まあ、数百でもピチピチ当ててました。で裏から BK のウルトが吐かれてきますが、ガではないですね。アンドロリバさんとかペチペチ打って、まあ、ダビフラから最初はやっぱりしっかりやっていった方がいいですね。さあルナ倒しそうだったのでルナ倒して、まあ、敵のタンクがってことが来てますね。今 BK ウルト、そしてアンドロウルトは見たって感じでしょうか。で今マカウルト発動しましたね。で、まあ、ボムキングのスタンとかあのウルトのスタンもありますし、ルナのスタンもあるのでっていうので耐性ガンガン積んでました。あとイナラのあの監視の領域のスロー効果ですね、それもありますね、はい、で今味方とウルトの状況を共有してます。誰が今ウルト持ってて誰が持ってないかっていうのを、まあ、みんなが分かる範囲で共有して、こいつ持ってるから、あこいつもう持ってないからそのウルトは今すぐは警戒しなくていいねみたいな感じで共有してましたね。なんで今だと BK ウルトが溜まってないので、まあ、いきなりテレテレテレつって飛んでくることはないよとかね、そういうことができましたね。あとマコアのウルトがないので、あのガッと突っ込んできてウルト化されて無理やり押し切られるってことはないねみたいな感じの頭で戦えるようになるって感じでしょうか。今正面にあのアイオあのイナラが見えたので、馬落としのためにもうすぐに降りて使いました。でロケットブーツうまく逃げれましたね。今の味方のジェノスが回復入れてくれたっていうのもかなりでかいんですが、この回あんまりここから僕はほぼ何もしないです。もうほんとポイントいるだけみたいな感じですね。このラウンドのポイント取るまでは。ただこの左右からやっぱり馬でひょこっとくるやつがいるので、この味方が今左側見てくれてるので、この右側から来るやつらを見てましたね。あそこで壁ジャンプを駆使して塀の向こうを見ながらって感じでした。だからあそこで真ん中でピョンピョンしてたんですね。なるべく高い位置からアンドロイドを吐きましたね。味方がうまくカバーしてくれました。さあちまちまと打ってて、イララも落ちましたね。でマカオもみんなで袋だと消してってとこでしょうか。さあでポイント取れたのでラムがガッと前線を仕上げに行きましたね。あとタイビリウスがウルト使って前に行きましたね。ちょっとあれは大丈夫かって感じですが、落ちましたね。さあで相変わらず僕はペイロードの上にフォートを乗せる作業を行ってます。でも乗せ終わったのでなるべく前に出て敵が見えるような位置に、なるべく、まあ、今見えないですけど見えるような位置にいながら、敵を攻撃しようって思ってるところです。さあ砲塔がマカオを倒したようですね。今のは自分何もやってないんで、このバリケードはちょっとあんまり無意味だったかもしれませんが、まあ、グランピーボーン入ってこなかったんでよかったでしょうかね。で左側のアンドロイドきつかったのでちょっと戻って回復待ちました。裏側から BK のウルトが、タイビ側に行ってますね。でもそこもうまく救えたんでよかったですね。
まあその後マコアに引っ張られてやられちゃいましたが、で最後というかクレジット余ってたので、まあなるべく復帰が早くなるようにっていうので、まあタンクなるべくメインタンク買った方がいいですね。多分あのマスターライダーの馬の足が速くなるあのアイテムですね、買って、現場に復帰って感じでしょうか。 BK がローでちゃんとダビルスがやってくれましたね。でアンドロも HP がちょっと半分近くなってたので戻ってきましたね。さすがに多勢無用ということで、でそのままペリオドはゴールインということで勝利、プチ勝利ですね、はい、ちょっと本当にウルト1回も使わなかったんで良くないんですが、もうちょっとうまいところでとかいい感じのところで使えると良かったですね。またやっぱり最後押し切る場面とかだと使いづらいので、あのラウンドの最初にウルト持ってたいっていうのもあって、そういったこと考えてるといつ使おうってなってそのまま持って居続けちゃってあんまりよろしくないって感じでしたね。はい、まあとはいえダメージ9万出てますし、それなりに動けてたってところでしょうか。まあなるべく死なないように動けてたのはまあ良かったんじゃないかなってところですかね。はい、でポイントしっかり張り付いてました。さあということで今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。